ガチ簡単クイズ。よーい。来ましたね。ようです。ママです。ルカです。エヒです。最強クイズ集団カプリチャンネルです。よろしくお願いします。はい、前回の動画でですね、オリジナル簡単クイズから派生した、はい、ふざけクイズというのを、はい、やりました。 AT がやってくれたんですけど、うん、またこれもね、オリジナル簡単クイズから派生したガチ簡単クイズ、うん、魔人ブーみたいな感じの悪のブーそうそうそう、独立したみたいなまあ、こっちどっちかっていうと全かもしれない ね、そうですね。これ第3回かな、うん、これは第3回ですかね、はいはいはい、ガチ簡単クイズ。どういうのかと言いますと、我々がね、初期の頃からやってる、簡単クイズ、はい、まあ、これふざけた問題がね含まれてるんですけど、そうですね、簡単にしようと思ったら我々ふざけちゃうんで、うん、そこからですね、ふざけ要素を一切排除した、はい、もうただ簡単なクイズ、はいが出されます。これによりですね、もう早押しクイズのテクニックのみで、そうなんだよ ね、勝負できるという、画期的なクイズ形式だ。もう絶対最後まで火は分かるわけだからね、はい、うん、前回はですね、ルール703×だったんですが、うん、そうだね、703×だと決着ついた後、残りの問題が読まれないと、はいはいはい、悲しい事態が起こってしまうので、うんうんうん、全部やりたい、確かに全部読みます。はい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 、正解プラス1、うん、後藤はマイナス2です。はい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 、なるほど、はい、回答権は2番手以降に流れません。若干後藤に厳しいかなぐらいの、そうだね、感じですね。1回の後藤は2回の正解で取り返さないといけないというようになっています。はい、それでは早速やってみよ、うん、それでは参ります、うん、問題。漫才における役割を大きく2つに分けると、うわレディツッコミ、素晴らしい。いやー、これは理想的なポイントでしたね。いやー、いいところを押すだね、はい、悔しいね、いいね。いや、ほぼ同時でしたね。うん、素晴らしい。ボケの5かツッコミの2が出るので、それ読まれる直前に押すというね、うん、一瞬躊躇したのは、2つの役割とは主におかしなことを言うボケとみたいなやつの時にちょっと怖いなとは思ってしまったけど、まあ、構成がちゃんとシンプルなのが分かったので、もうちょっとしっかりね、ポイントにつけよう。後藤マイナス2がね、結構怖いのはある、うん、問題。一般に学校の定期テストは一科目何点満点、うん、古川さん100点。よいしょ、考えたことなかったな。まあ、主にそうだな。時たま50点の時がなんかあったやつ、ね、まあ、テストはないか、そうか、じゃあ100だね。ここぞっていうポイントがありますよっていう問題と、突然来る問題があるね。今は突然来ました、ね、そうですね、はい、何聞かれてるのか途中まで分かんなかった、うん、まあ、中間テスト、期末テスト、ね、いろいろ考えた、思った、うん、きます。問題。口から摂取するもののうち、固形状のものを食べ物、古川さん飲み物。よいしょ、いいね、いいパラレルを作ったな。というのに対し、液状のものを何という、うん、飲み物、気体のものは何という、水物です。茶箱水物っていう、お水物みたいになってる。飲み物で存在してるから。いきます。問題。トランプに用いられる4つのスートとは、スペード、ハート。モムさんのクラブ。おー、あー、よかった。なんか読ませ押しのギリのラインかなって思ったけど、序列があるんですか、あれは。そうですね、一応あるので、それに従うとクラブになりそうだなとは思って、うん、クラブが一番下なのはなんか知ってます、うん、はい、2人より読ませ押しを早く押せることってまずないと思うんですよ、私、技術力で。なので結構頑張ってやらないと、勝負がけも必要なんじゃないかなと思って押しました。そうね、3つ目の頭がギリ聞こえないところだったんだよね、今ね、うん、難しいね、そこのサジが、うん、はい、いきます。問題。朝、昼、夜のうち、最初におをつけると、古川さん昼。よいしょー、朝はダメだもんね、うん、はい、その時間に食べるご飯を意味するのはどれ。昼、お見事です。あ、まあ、よく見つけたね、その事実を。僕やっぱり一回吸い物からお吸い物をね、経由してただけあってね。おをつけるのに慣れていた。そうそうそう、おをつけて食べ物にすることをね、飲み物にすることを経由してたので良かったですね。参ります。問題。略してシャーペン。あ、シャープペンシル。うぃ、略称はね、木は分かるんです、絶対。そうね、略しているとこでも構わなきゃいけないんだ。かなりそうね、うん、略してシャーペンと呼ばれる文房具を略さずに言うと何、うん、シャープペンシル、うん、何事です。何より、ガチ簡単なので、もう略称を聞けば絶対あるので、うん、もう考える前にも
そうね、お世話になりです。知らないの出たら俺たち震えるもん、なんか簡単なこと俺たちは知らないんだ。いきます、問題。歌い手から1文字取ってできる、同じく歌を歌う。古川さん、歌手。よっしゃー、漢字か。漢字だったね。いや、弾けなかった、何も。浮いて、浮いて、うん、めちゃくちゃ考えてた。歌い手から1文字取ってできる、同じく歌を歌う人を指す言葉は何。歌詞、お見事です。なるほど、まあ、うん、いい視点から出てるな、ね、ひらがなに直したかと思いきやね、うん、漢字のままだね。ちょっと問うてきてるな、何かを技術をそうそうここで押してちゃんと方向転換できるか、ね、下手すると間違えるよね、うんうん、マイナスにやからね。いきます、本題。植物を原料とする食器で使い捨ての箸は割り箸。古川さん、紙コップ。よっしゃー、よしよしよし、まさか紙コップか。使い捨てのコップはなんという紙コップですね、うん、勝負しましたね、うん、はい、なんか紙ストローかもしれないまあ確かにね、紙皿とかもなんかでも紙コップが一番綺麗だな、うん、まあなんか考えた結果って感じですけどな、うん、でもまあまあまだまだある範囲ですね、確定ではないって感じがしますね、うんうん、問題。1桁同士の掛け算の一覧表のこと。古川さん、クク。よいしょ、早い、はいはいはい、いきなりちゃんって来たね、もう、うん、一覧表のことをそのマス目の数から何という。クク、お見事です。まあ、一覧表というところをどれだけ組むかという感じだったけど、それ以上なんか言いようがなさそうだったので、うん、そのままアクセルを踏んだ感じでね。703発だったら古川さんリーチとなる。リーチだ。お、問題。警察官が乗車して巡回などを。古川さん、パトカー。よっしゃー、やったぜ。警察官が乗車して巡回などを行う自動車のことを一般に何という。パトロールカー、パトカー、どちらも正解です。これはね、リコの読みのスピードがそんなに速くないからパトカー以外に行けないんですよね。そうなんだ。そうそう、パラレルだったらもっと速いんだ。そう、そしてあとそののパトカーとは何の言葉の略みたいになるにしても、もうちょっとね、速く読まないといけないので、そのものしか聞けない文体とスピードで読んでましたね。すごい、うん、こんな簡単な問題を答えて何をどやってるんだろうでもね、詰まってますから、そこに、うん、はい、そうですよね。ルカさん7点。よし、なっております。いきます、問題。座面や背もたれが柔らかくなっている、椅子に似た家具を使う。ルカさん、ソファー。よいしょあんま柔らかくなってるなぁ、ね、でもまあ硬いソファーあんまないもんな、よく気づいたな、そんなことで。あとあれ椅子に似てたんだな椅子の一種っていうとなんか、うん、まあまあ確かに違うな、椅子に似た家具ね、うん、椅子に似た家具を総称してなんていう、うん、ソファー、よく見つけたな、そんなものを、うん、はい、いきます。はい、問題。政治家、医者、教師などの。古川さん、先生。やだはい、政治家、医者、教師などの職業に就く人を指す際に一般に用いられる敬称は何。先生ですね、うん、まあ可能性をね、あの時間で潰せるかはねポイントだけど、うん、まあいいかなって感じだね。点数のリードもあるのでちょっと思い切れたのもあるね、うんうん、問題。本の最も外側にある表紙を大きく3つに分類する。エディ、背表紙。確かにこれはいい問題だな。いいね。表紙を大きく3つに分類すると、表表紙、裏表紙と何。背表紙、うん、はい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 、まあ、やっぱ3つの中で最も特殊な部分が問題になるかなと思ったので、はい、裏表で対になってるしね、うん、そうか、あそこも表紙って思わないから表紙を3つに分けるっていう切り口がおもろいね、うん、背表紙ってどこ。タイトル書いてある。ああ、そこか。あの本棚に入れたあれか、あれが背表紙か。なんかあの分かんなくなっちゃった裏表紙と背表紙ね、なんか混同しますね。裏表紙と背表紙って同じものなのかなと思ってたら。裏表紙は値段が書いてある。本題。量や体積を表す言葉と、雨などが体に当たらないようにする道具に。エディ、傘。なるほど、あ、はい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 、傘増しとかの傘。はい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 、なるほどね。共通する言葉は何。やっぱその前半だけだと結構ね、押すの難しいですね。そうね、やっぱどこまで聞くかが難しい問題ですね、やっぱり。今回はその漢字とかも違って、かな2文字が共通してるだけなので、かなり接点が少ないから、どこまで聞くかが難かったね。いや、いいところをしてたね。問題以上です。
得点は、うん、桃さん1点、古川さん9点、うん、AT4 点で古川さん優勝。やったー、本当に問題が面白くて、その着眼点が出るかというところを、まあ、打ち返すっていうのがクイズの形式としてもやっぱり面白いですね。全体で誤答が一つもなかったと思うので、あ、みんなクリーンなクイズでちゃんと無茶な推しをせずにやってて素晴らしかったなと思いましたね。僕もあのこれ系のクイズはやっぱ得意な方だと思うんですけど、うん、やっぱ古川さんと対戦するとやっぱり差はちょっと出ちゃうなというのを感じましたね。やっぱりその研究の差が、ね、研究歴がこういうのずっと研究してたからね、女子の一つの違いでコスポイントが違うみたいなところをやっぱり研究してたんで、その差が出たかなと思います。クイズ経験値と技術の差が一番出る企画だと思っていて、ね、私1問も取れないんじゃないかなってあの始まる前思ってたんですけども、うん、逆になんか1問なんか頑張って考えて、うん、山間ではなくちゃんと答えられたので良かったかなっていう気持ちはあります。自分の中の成長を一個一個感じていきたいなと改めて思わされる企画で非常に面白かったです。ということで面白かったという方は高評価よろしくお願いします。以上、本日のカピティオでした。高評価、チャンネル登録、 X のフォローもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。